マリリンアリリンチャンネル始まるよ。はい、これ私くたいよし、OK、半分に切るよ。よいしょ、よし。え、これ結構薄く切った方がいいの？よし。え、これ最後細かく切るんでしょ？え？え、じゃあどうするの？こうやって切っちゃダメ？よ、気をつけてね。はい、切った。今一回切るね。四つ切りに切っていくよ。そうそうそう、お、めっちゃ気持ちいい。で、グーって最後大変だけど、グーって。そう。で、ここ押さえながらでもいいし、大変だったら別にいいんだけど、多分そう、先を指切んないでよ。うん、さっきちょっとこうやって入れる。おお、大丈夫、指、指平気？大丈夫だよ。怖いな。見て見て、そうそうそう、もっとカチッて硬いですね、トマト。おー、そしたらここのヘタをこう斜めにこうやってこうそぎ落とす感じね。おー、すごい。で、ね、やってってください。スイカみたいだね。よいしょ。おお、すごい。面白い。結構スパッていく。気持ちいいです。ストレス発散にもなるか。ストレス溜まってるのか。溜まってない。今はね、全然お料理好きだから。汁が痛い。ちょっと玉ねぎの時向かってトマト多くない？おー、確かにね。沸騰したら塩を入れます。入れたら盛ります。入れていきます。パスタを茹でてます。中火で火を通してます。次にオリーブオイルを入れます。入れます。ニンニクを入れます。玉ねぎを入れていきます。
茶色くなった玉ねぎ入れていくよ。はい、切り終わりました。炒めて、かき混ぜます。オリーブオイルかけます。トマトをこの中に入れます。それからかき混ぜます。舞茸を切っていきます。はい、切っていきます。おー、結構柔らかい。切れました。程よく煮立ってきました。じゃあ舞茸入れます。そしたらかき混ぜます。お、結構いい感じになってきました。おー、結構いい色、いい感じになってきたので、味付けの塩コショウを入れていきます。こんな感じ、うん、はい、こんな感じで入れていきます。混ぜていきます。美味しくなれ。めんつゆ入れていきます。かき混ぜます。おー、結構いい味になってきました。いい色か。メインのパスタを入れていきます。すごい、美味しそう。結構量ある、うん、はい、入れたら混ぜます。おー、すごい、美味しそうです。じゃあちょっと美味しそうなので味見してみます。あっ、うわ、すごい美味しいです。盛り付けていきます。ここではあります。あ、はい、
振り付け完成しました、イエーイ、バイバイ。マリリアリリンチャンネルでした。グッドボタンよろしくお願いします。マリリアリリンチャンネルでした。